新一です。今回も Facebook 広告の成果報告ですね、していきたいと思います。昨日再申請、リクエストしてで、しっかり表示されてますね。で、結果として、まあ、30日から5日までの6日間、1週間か、1週間で、108件のリストが取れてますと。で、920ドルでですね。まあ、あくまで全体の数字です、これは。で、一個一個見ていくと、まあ上の4つぐらいはこのぐらいの数字が出てますね。12から17件。で、単価が 5.79 ドルからとか、まあ 4.02 から 5.79 ドル。で、それ以降になってくると8.57ドルと、ちょっと上がってきちゃうんですね。なんで、まあ、12件から上ぐらいのやつが、合格ラインかなっていうところですね。まあ、一個だけ残すっていうのもありなんですけど、それだとどうしても広告が飽きられてくるんで、できれば週1回ぐらいで更新していきたいんですね。同じ LP に飛ぶとしても。なんでまあ、ちょうどいいんでこの4つを残して、あとは全部ないって感じでやっていきたいなと思います。なんでこれ全部消しちゃいます。はい。で、ちなみに、どの広告が成果があったのかっていう話ですよね。を見ていくと、ちょっと待ってくださいね。広告一気にダーってこれ見れるんですけどね。まあいいや。一番良かったのがこれですね。この広告ですね。まあ、変わってるのは背景画像だけです。うん。が一番良かった。まあ、これは予想通りって言えば予想通りですね。良さそうな感じしますからね。で、2番目に良かったのが、これですね。これも、ブランコのやつですね。なんかいい感じですよね。ほわーっとしてて。うん。で、3つ目、3番目に良かったやつが、あ、これも予想通りですね。なんか。これ。なんかこういうノマド感があるやつ好きですよね、みんな。ノマド感が好き。で、四つ目。まだ見てないですけど、多分子供のやつだと思うんですね、これは。あ、そうですね、やっぱ。うん。これだけちょっと特殊で、特殊というか他のやつとは違って、帯じゃないんですよね、これが。このタイプの広告で唯一生き残ったのがこの広告ですね。子供の画像っていうのがですね、LP に飛んだ時に、ヘッダーがこれになってるんで、一致性が高いっていうことで、コンバージョンが取れてるんだと思ってます。ただまあ、言ってもですね、クリック率に対してのコンバージョンってそんなに高くないんで、だからってこれが。87件に対しての、13件なんで、どうなのかなっていうところもありますよね。この中で言うと一番低いですからね。はい、そもそもこっちってクリックされてないんで、微妙ですよね。今止めたやつも含めてクリックされてないんで、ここら辺は。ちょっと微妙ですね。同じ金額を消化しているにもかかわらず、ここまでは。この辺ってクリックがされてないですよね。こっちで70件とか、80件とか、まあ60以上されてるわけなんですけど、まあそもそもクリックされてないと。ちょっと微妙だなってとこですね。この12件のやつはクリック数54に対して12なんで、割といいですよね。さっきのこれですね。夕焼けみたいなやつですね。で、あと見ていきたいのが、あれですね。なんとかスコアですね。関連度スコアですね。関連度スコア6って低いと思うんですよね。でもまあ結果出てるんで、そんなに今のところは気にしなくていいかなっていうところですね。関連度スコア。こっちは7ですね。これも7ですね。ブランコのやつ。これ今見てですね。関連のスコア7。
多分もうちょっと上げたいんだと思います、基本的には。もうちょっと上げたいんだと思うんですけど、しっかりやっていくんだったら。これが昨日一番関連度スコアの高かった8だったやつですね。これ。なんでこれが関連度スコアが高いのかよくわかんないんですけど、ちょっと意味がわかんないですよね。背景画像が違うだけなんで、で、出してるカスタムオーディエンスとかも同じなんで、ちょっと意味がわかんないです。なんでこれが関連度スコアが高いのかっていうのは。なんでこれだけはもうちょっと出してみてもいいのかもしれないですけどね。もしかして。ただちょっと数字が良くないので、9ドルぐらいかかっちゃってるんで、1件あたり。あんまり、そこまでして出すかなっていう感じがしてます。はい。で、これ見た中でですよ。結果が、17件一番高いやつを見ても、71件に対しての17件なんで、4人に1人ぐらいの、コンバージョン率ね、ですね。クリックして、広告をクリックした中で4人に1人くらいのコンバージョン率。もうちょっと上げれると思うんですよね。3人に1人とか、2人に1人とか上げれると思います。これも64件に対しての14件。もしかしたらこの辺が関連度スコアと関係あるのかもしれないですね。54なんかは、5人に1人ぐらいになっちゃってますね。4.5人に1人ぐらい。これも87クリックに対しての13件なんだいぶ低いですよね。6人に1人ぐらいさ。36、18、61、6、7人に1人ぐらい。まあ、6.5人に1人ぐらいですかね。ちょっと低すぎるなと思ってます。その原因っていうのは、しっかり考えなきゃいけないですね。今考えられる、僕がパッと思いつく原因としては、LP に飛んだ時に、もうちょっとお得感みたいなのが出てくるといいんだと思います。つまりですよ。これですね。Amazon ベストセラー書籍をプレゼントしてます。で、クリックしてるんだから、そのまんま、登録しろって感じなんですけど、登録しないのはなぜか。おそらく、まあ子供が可愛いからただクリックしてるって人も結構いると思うんですね。なんか可愛い子出てきてなんだろう、ピッて押すみたいな感じですね。で、飛んでみたら、こんな感じだったっていう。あ、なんかアドレスが必要なんだ、みたいな感じですよね。だから子供使うっていうのは、まあ、今のところはいいですけど、ちょっと、費用対効果的には微妙になってくる可能性がありますね。まあ、ただ、どうなんだろう。一致性が高いんで、そんなに、そういう意味では使ってもいいと思いますし、この辺は、これから様子見てって感じですよね。もっと、でも、メールアドレスの入力欄っていうのをもっと、こういうところに置くといいかもしれないですね。こういう。ファーストビューでしっかり見れるように。で、ワンスクロールとか、こういうふうにしなくてもいいっていう感じですね。なんで、もし改善するんでしたら、今パッと思いつくのは、もう本当にファーストビューで入れるってことですよね。こスマホ表示にした場合っていうのは、まあ、こんな感じになるわけですね。で、まあ、ファーストビューに入れると。この辺いらないから、ここに画像を置いて、ここにビャーって入れるとかね。そんな感じがいいんじゃないかと思います。ワンスクロールで行くんで、いいと言えばいいんですけど。まあそういう改善があってもいいかもしれないですね。ちょっと、僕がこれいじれないんです。あんまり、やり方がよくわかんないというか、なんで、その辺は後になると思いますけどね。これも画像でやってるんで、なかなかそこが難しいなって感じですね。まあ、そんなこと言ってもしょうがないんで、できるところからやっていきたいなと思います。それでも幸いそんなに、
数字は悪くないので、うん、いいんじゃないかなと。はい。でですね、まあそういう施策をいろいろやってきます。つまりクリック、まあ3人に1人、3クリックに1人ぐらいが、コンバージョンしていくような感じにしたいですね。で今言った施策であったりとか、そもそも Amazon 1位とか書かなくていいかもしれないですよね。Amazon 1位と書かなくていいんじゃないかということも考えてたりします。そこもテストが必要ですね。Amazon ランキング1位取りましたとか、Amazon レビュー5個とかっていうことを言わずにクリックしてもらった方が、もしかしたら飛んだ時に、あ、なんだ、1位取ってんのってなって、でしかも無料なんだってなって、ちょっとこの位置も微妙かもしれないですけど、1位取ってるのはね、プレゼントしてるのってなって欲しいってなって、登録とかなる可能性があるので、が高くなりますよね。こういう、Amazon レビュー5個とか書かなくてよかったのかもしれないですね。ちょっとそこは、今後テストしていきたいと思います。はい。あんまりこう、目立てばいいと思うんじゃないですよね。こういうタイプの広告っていうのは。なんでかっていうと、クリックさせるのが目的じゃなくて、コンバージョンさせるのが目的なんですよね。で、クリックさせればさせるほど、Facebook のね、費用っていうのがかかってくるはずなんですよね。このアドリスさんによると、Facebook 広告の費用っていうのは2種類あると。それは、インプレッション課金とクリック課金であると。で、インプレッション課金っていうのは、1000回表示ごとにお金が発生する。誰も広告をクリックしなくてもお金が発生してしまうっていうデメリットがある。これは一つですね。ただ、どんだけクリックされようが関係なく表示数に応じての課金なんで、別にどんだけいいにされてもいいと。だから釣り広告なんかは、いいですよね。表示ごとに課金されてれば、どんだけクリックされてもいいわけなんで。で、僕がやってるのは、釣り広告ではないし、まあ、その方が、数字が上がるんだったら釣り広告でもいいですけど、あんまりいいと思ってないですね。じゃなくて、こっちですね。クリック課金の方をやっていきたいですね。で、これっていうのは、インプレッション課金かクリック課金っていうのは、Facebook の方で最適化されるらしいんで、やっていくうちに。で、その辺はしっかり。Facebook にお任せしようかなと思います。Facebook の AI さんにですね。今の段階ではですけど。で、釣り広告にした場合、クリック課金にすると非常にコストがかかるわけですよね。で、まあ、どっちにしてもクリック課金にした場合、このクリック数が多ければ多いほど、ここですね。クリック数が多ければ多いほど課金されてしまうわけですね。なので、クリック数を落とすというか、クリック数分のコンバージョンっていうのを増やしたいわけですよ。71とかあったら30ぐらい取りたいわけですね。そうしたらもっと良くなりますよね。で、それをどうしたら上げれるのかっていうと、期待感をまず、広告で煽らないってことですね。Amazon レビュー5個とか書かない方、書かないと。っていうことが一つ考えられます。これはテストしていきます。またさらに。テストしていきますね。で、押してみたらなんと1位だったみたいな感じですね。うん。だから、この辺ももしかしたらいらないのかもしれないですね。帯なんかもいらないのかもしれない。もう Amazon ランキング1位なんていうのは、全然関係ないと。どうでもいいというか、その情報を与えずに、クリックしてみたら、こんな感じだったと。実は1位だった。お、すごいってなって、登録みたいな感じがいいっすね。っていうことをテストしていきたいと思います。これからですね。はい。で、今の段階では結果そうなってます。でですね、もう一個やっていきたいことが今日あります。それ何かっていうと、ウェブサイト購入ですね。つまり、ここでコンバージョンしてくれた人がどのぐらい商品を買っていくかっていうのを見たいわけですよ。で、それがここの
消化金額よりも上だったら、どん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 広告出していけばいいですし、逆に低ければ、あんまりその広告は出すべきじゃないですね。ターゲットが合ってないとかそういう理由が考えられます。なので、このウェブサイト購入のピクセルっていうのを入れたいと思います。そのピクセルを入れることによって、トラッキングができるからです。トラッキングっていうのは、どのぐらいこの広告から購入されたのかっていうのがわかるからですね。はい。じゃあ、そのピクセルってどうやって入れるのかって話ですよね。これまた別の動画にしてもいいんですけど、ちょっとこのままやっちゃいますね。はい、やっちゃいます。まず、いつも通り、すべてのツールっていうのを使いますね。これ。ここに行って、ピクセル、これですね。押します。でピクセルコードっていうのを、ピクセルコードを商品購入した後に表示されるページに入れたいわけですよ。なのでまずピクセルっていうのを入れていきますね。で、ここ押しますね。データソースのここ。自分の、しっかり取りたい数字のアカウントになっていることを確認してください。いろいろありますけど、人によっては。で、設定するですね。カスタムオーディエンス作成、コンバージョン、ありますか？設定する。僕の場合もうすでに設定してあるから設定するです。でもし必要だったら、ピクセルを作成する必要があると思いますけどね。設定すると。で、いろいろありますけど、基本的には自分でインストールですね。で、これ、すでに設定されているピクセルと同じであるってことを確認してください。こうやって見ていくとアクティブになっているんで、もう使ってるやつですよね。つまりこのピクセルっていうのは。で、僕が今使っているピクセルっていうのは一つしかないので、アクティブの中では、このピクセルでいいということになってきますね。で、ちょっとこれ。で、あとはこれを購入した後に表示されるページに入れておけば OK です。購入ありがとうございましたみたいなページですね。では、以上です。失礼します。